俺の副官は AWM、 はいどうもスコレです。今回はですね、まあ僕のですね、まあ仲の良いですね、とある同じぐらいのですね登録者数を誇る、まあ、YouTuber ですね、公やけ YouTuber がまあいるわけなんですけれども、今回その子がですねちょっと活動休止をしますという話をされたんですよね。今回その活動休止に対してですね、僕が思うことですね、これをちょっとお話ししていこうと思います。まあ、その子がですね、まあ、結構その能力が高くて、まあ、すごい可能性のあって、そしてまあなおかつですね、すごい、やる気のあるですね、YouTuber だったんですよね。だったんですけれども、まあ、やっぱりモチベーションがちょっと保てないと、モチベーションが保てなくて、ちょっと一時的にモチベーションアップのためにチャンネルを休止させてくださいという感じで今回ですね発表されたわけなんですよ。いや、このせいですね、やっぱね、話を聞いたときに、ものすごいその共感できる部分が多くてですね、やっぱ、こうやってね、ある程度、YouTube で活動してると、なんて言いましょうか、数字にですね、追いかけ回されるようになるんですよ。例えば、その子もそうですし、僕もそうですけど、まあ、一時期ですね、まあ、ガツンと伸びた時期があったんですよ。ガツンと伸びた時期があって、まあ、その時と今を比べると、やっぱり運ゲーの差なんですよね。まあ、皆さんも、まあ、お気づきになられてるとは思うんですけれども、まあ、僕のチャンネルって今そんなにですね、めちゃくちゃ大きく伸びてるわけじゃないんですよ。まあ、最近ちょっと、ようやくですね、復権してきた感じはあるんですけれども、やっぱり昔と比べると、そうでもない感じっていうのがあるんですよね。まあ、この荒野行動自体がですね、まあ、あんまり、伸びてなくて、まあ、少しずつ落ちてきてるっていうのは、まあ、あると思うんですけども、まあ、それをまあ、言い訳にはしたくないですし、まあ、実際ですね、まあ、自分たちのその力不足っていうのも、まあ、ありますので、やっぱりそれを痛感してですね、どうしても落ち込んでしまうことっていうのが、まあ、僕でもやっぱりあったりするんですよ。で、やっぱり、特にその子の方がですね、まあ、ファンからの期待っていうのも大きかったと思います。うん、やっぱりですね、まっとうに、僕みたいになんかね、腐れ気道でやってるわけじゃなくて、その子はですね、結構まっとうに、ね、荒野行動をやって、動画投稿をされてたわけなんですよね。まあ、そういう立場だとですね、どうしてもその、ファンからの期待っていうのも、僕なんかと比べたら、全然大きいわけなんですよ。その大きい状態で、やっぱりですね、やっていくっていうのは、ものすごいプレッシャーだったんじゃないかなというふうに僕思ってですね。やっぱりすごいですよ。やっぱ人に期待されるってことは、まあ嬉しいのと反面、それ、期待にですね、応えなきゃいけないというですね、そういうなんか、気持ちが芽生えるというか、そういうですね、大きなプレッシャーが出てくるんですよ。もうその、プレッシャーに追いかけ回されて、ずっとですね、生活しないといけない。もう、例えば、社会人として生活したりとか、学生として生活している時ですら、そのプレッシャーを感じて、もう何もできなくなってしまう。生活ですら、もうその、安らぎの時はないぐらいの、それぐらいのですね、まあ、追い詰められ方をする時が、まあ、あるんですよね。なんで、まあ、すごい今回のはですね、まあ、同情をしましたし、同時にもう、すごくですね、まあ、モチベーションを保つために、まあ、しばらくゆっくり休んでですね、ゆっくりその動画投稿を、見つめ直してですね、まあ、純粋に自分が楽しめる環境っていうのを整えてほしいなと、そのように思いました。僕もですね、すごい迷った時期があって、まあ、今でも、やっぱり、迷うことっていうのはありますよ。今でも迷っていることもあります。ありますけれども、やっぱりね、そういうことがあるからこそ、すごいですね、なんか、共感を覚えましたし、まあ、これからもちょっと頑張ってほしいなと思います。まあ、すごい彼とのですね、エピソードは、まあ、いっぱい語ろうと思えばいっぱいあるんですけど、まあ、一つ、それに関したエピソードで、まあ、悪いちょっと表現になっちゃうんですけど、それに関するエピソードが一つありまして、まあ、彼とですね、コラボ動画を撮ろうかなと思って、僕企画したんですよね。こういう動画どうですかっていう企画して、結局それが、立ち消えになっちゃったんですよ。で、立ち消えになっちゃった理由っていうのが、まあ、彼にですね、こうありますみたいな、こうしたいですっていうのを企画したときに、あ、面白そうですね。でも、それ、数字は稼げなさそうですよねっていう話を、彼はしていたんですよね。まあ、その時僕が思ったのは、何やこいつと、何様のつもりやと、コラボ動画って別に数字のためにするわけじゃないからですね。数字的に言うと、そのめっちゃ稼げるかって言われたら、そんなに稼げるもんじゃないんですよ、ぶっちゃけ、こう、コラボ動画って。なんで、何言っとるんかなみたいな。そんな数字稼ぎたいんだったら、まあそういうね、動画頑張ってから、そのもっと大手の人と関係を持って勝手にすればいいんじゃないと思って、僕はその時にもう諦めたんですよ、コラボするのを。ただ、今思えばですよ、今思えば、まあ、彼はもうその時点で、
その数字に追い詰められていたのかなというふうに、まあ正直なところ、まあ僕は、まあ思いますね。すごいなんか、ね、そうやって休止をするっていう話を聞いたときに、まあ初めてなんか共感したというか、すごい同情したというか、そういう気持ちになりました。まあですね、まあ彼も、この先ですね、僕と違ってまだ若いんで、長いですし、すごいなんか頑張ってほしいなと思います。まあリアルも、YouTube も、ゴーヤ行動もですね、まあこの世で生きることをですね、まあ頑張ってほしいなというふうに思っております。僕、スコアラはですね、まあ彼のことをですね、ずっと応援しておりますので、かけながらですね、まああんまりこういうこと言いませんけど、かけながら応援しておりますので、ね、これからも仲良くしていただけると、まあ幸いだなと、まあ思いました。やっぱりね、怖いっすよ、数字に追いかけられるのって。みんなわからんと思います、これ本当に。 YouTube やってる人じゃないと、絶対わからんと思います、これ。僕が働いていた時にやっぱりその上司からプレッシャーを受けることってのはありますよ。上司だったりとか結果にねプレッシャーを受けることあります。ただそのプレッシャーとはまた違った意味で、まあ、恐ろしいものなんですよね、これ。このニュアンスはですね、同じ立場にいる人じゃないと、まあ、絶対ですね、理解することができないニュアンスですね。これに関しては、間違いなくですね、もう、僕はそうだと思いますので。まあ、その、分かっていただこうとは思いませんけれども、僕はそういう風に感じたというお話を今回させていただきました。まあ、すごいですね。まあ、彼のファンもですね、まあ、期待して、いるのはわかると思うんですけど、その期待が時にですね、配信者だったりとか、言うほどやって YouTube で活動している人間にとってですね、ものすごい毒になるということをですね、覚えていただけると、わかっていただけるとですね、まあ、わかることはないと思いますけど、そうやって認識していただけるだけでもですね、幸いでございます。まあ、こんな感じでですね、いろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。頑張れ！